Welcome back to Let's Play Trails in the Sky SC. My name is Karsten. Finally found what I'm assuming is the hunt for this. It is over here on the west end of Trap Plains Road before getting to Elmo Village. On the way here, I did fight a few Shining Palms. And I think everyone gained a level, and Tita got up to level 51 because low levels catch up faster. Just with the way experience distribution works. So let's fight this thing and hopefully not die horribly. Of course there are six of them. But as I was fighting everything, I've built up 200 CP for everyone. So we are going to use that. You can hit five of them with you. Let me show you the true Let's hit the full health one. Maybe take it out. Yep. Can hit all of them. There we go. Let's do that. Yeah. Easy. Now, there's one on Soldat Army Road. I'm not 100% sure where that is. And then there's this, which is in Elmo. We are kind of near Elmo. So let's go ahead and do that while we're in this general part of the world. Ah! You see that Shining Palm get away because this guy snuck up on me? Just for that, I gotta beat you up. Oh well. With what CP I have left, I'm not sure if I would have been able to beat it anyway. Let's see. Check in here for anything. Might want to grab some more of these. Before we talk to them, let's learn some recipes and grab some stuff. That's a good cure. Probably grab a few of those.
前に来た時と比べるとぐっと大人っぽくなったじゃないか。そうかな。マダム、その節は世話になったね。おや、見た顔だと思ったらオリビエさんじゃないか。なんであんたまでいるんだい。ふいいろいろと事情があってね。今協力員としてエステル君に同行させてもらっているのさ。知り合いなの。ああ、ちょっと前までうちに泊まってたのさ。風呂でリュートを引いた客はさすがにこの人が初めてだよ。どこに行ってもやることは同じみたいだな。僕ら芸術家の宿命だね。美の女神に仕える者にとって時間や場所など意味はないのさ。だからって全裸で竜と引かれてもね。やば、ちょっと想像しちゃった。お姉ちゃん。ま、何にせよ気に入ってくれたなら嬉しいよ。なんだったらこのままみんなで泊まっていくかい。そうしたいところだが、仕事があるんじゃないのか。仕事っていうと、ギルドに連絡した話のことだね。うん、そのことよ。覗き犯が出てるとか、なんかそんな話だったわよね。ああ、どうもそうらしくてね。都合さえ良ければすぐに調べてほしいけど、あんたたち予定は大丈夫かい。うん、大丈夫よ。早速だが、話を聞かせてくれ。ああ、誰かがうちの風呂を覗きに来てるらしいんだよ。ここ最近のことなんだけど、何度か女性客から話があってね。気になったもんだから、ギルドに連絡したってわけさ。覗きなんて最低ね。犯人は見つけ次第、ギッタギタにしてやるわよ。その女性客の証言ってのは、具体的にはどんなもんなんだ。犯人の姿でも見てるのか。いやいや、そんなにはっきりしたもんじゃないよ。せいぜい気配を感じたとか、物音を聞いたってくらいの話だね。うん。それでは、勘違いということもありそうだ。ああ。私も初めはそう思ってたさ。だけどさっきも言った通り、そんな話が何度か続いたからね。そうなるとさすがに勘違いで片付けるわけにはいかないよ。確かにそうだけど、これはちょっと困ったわね。事件かどうかもはっきりしないし、このままじゃ調べようがないわよ。はっきりしねえなら、ここは試してみるしかねえな。どのみち、この手の犯罪は現行犯でないと逮捕は難しいぜ。試してみるって、一体何を試すんですか？決まってんだろ。実際に風呂に入ってみるのさ。自分たちがおとりになって、犯人をおびき出すってこと？私は別に構わないんだけど。おとりになるかどうか、かなり微妙な線だが、仕方ねえ。せいぜいしっかり頼むぜ。はいはい、ごめんなさいね。どうせ色気が足りないですよ。エステル君の場合は、色気というより健康美だからね。あ、ひどい。ティータまで笑うわけ？あ、違うよ。なんだか、ちょっと嬉しかっただけ。みんなでお風呂なんて、すごく久しぶりだから。みんなでお風呂って、これって一応は、おとり捜査なんですけど。
というわけなんだが、露天風呂を貸してもらえるか？ああ、好きに使っとくれよ。しばらく貸し切りにしとくから、4人でゆっくり温まっておいで。ありがとう、魔王ばあちゃん。これで話は決まりね。ああ、そうなるな。それじゃ、しっかり頼むぜ。え？しっかり頼むって、あんた、まさかお風呂に来ないつもり？はあ？何言ってやがる。なんで俺まで風呂に入らなきゃならねえんだよ。ちょっとちょっと、あんたこそ何言ってんだい。ここまで来といて露天風呂に入らないなんて、そんなの私が許さないよ。まったくだね。何もそんなに照れることはないじゃないか。別に照れてるわけじゃねえ。俺はあくまでも依頼のことを考えてたな。はあ、もうじれったいね。そんな堅苦しい話は抜きだよ。男だったらつべこべ言わず、黙ってお湯に浸かっておいで。温泉に来て風呂に入らないなんて、そんなバカな話あってたまるかい。だってよ。ああ、まったくうるせえな。あったよ、入ればいいんだろ。入れば。ただしてめえら、仕事だってことを忘れんなよ。うん、その点は大丈夫よね、ティータ。うん、心配いらないよ。あ、いけない。おばあちゃん、タオルセット貸して。おや、忘れたのかい。うん、お風呂に入るとは思ってなくて。あ、あとシャンプーも。本気でお風呂タイムね。緊張感ゼロだな。はあ、安らぐわね。うん、やっぱり露天風呂って気持ちいいわ。同感だね。僕もこの風情にはすっかり魅了されてしまったよ。あ、そっか、オリビエもここに泊まってたのよね。ああ、生誕祭の後で存分に堪能させてもらったさ。シェラ君も誘ったんだが、あいにくと彼女は多忙でね。シェラ姉を誘ったの？あのシェラさんとオリビエさんって、その、もしかしてそういう仲なんですか？ご想像にお任せするよ。だが安心してくれたまえ、今はティータちゃん一筋さ。はい。こらこら、オリビエ、向こうの怖いお兄さんがこっちを睨んでるわよ。おっと、そうだったね。やあ、アガット君、君も会話に参加しないかい？まあ、何でもいいが、ここに来た目的は忘れんな。警戒を怠るんじゃねえぞ。うん、それは分かったけど、アガット、あんたなんでバンダナしたままなのよ。正直言って、その格好めちゃめちゃ浮いてるわよ。向こうが沈もうが俺の知ったことじゃねえ。こいつがねえと気合が入んねえんだよ。うん、人の勝手といえば確かにその通りなんだが、まさかバンダナ巻いたまま
先発しちゃったりするのかい？だ、常識で考えれば常識で、そん時は外すに決まってんだろ。うん、よかった。そうですよね。やっぱり外しますよね。アホか。お前ら俺のことなんだと思ってやがる。アガットならやりそうな気がするのよね。あんたってコート決めたらどんな無茶でもやるじゃない。あのな、それとこれとは話が違う。どうしたのよ、急に黙っちゃって。どうやらおいでなすったようだぜ。野崎間が来たの。エステル、北側の茂みがわかるか。気づかれないようにそっと様子を伺ってみろ。確かに何かいるわね。ああ、おそらくあれが例の覗き犯だろうな。さてどうしようか。捕まえようにもここからではとても手出しは無理だろうね。うん、誰か先に上がって回り込むしかないわね。それしかねえだろうな。よし、俺とエステルがあいつの裏側に回り込む。オリビエたちはここで敵の注意を引きつけてくれ。はい。心得た。それじゃあ早速。で、あれ？どうした？見て、あいつ逃げるわよ。こら！待ちなさい！エステル、追うぞ！了解。やっと観念したみたいね。少し懲らしめてやるとするか。Why are they glowing? Oh, geez, look at those HP. This is worrying. Let's see here. These guys are kind of weak to fire, at least. For now. Oh dear. Okay, so what's going on here? Hit you guys with this at least. Can impede do anything with against you, maybe? No.
Okay, what the hell? Okay, but you have less HP and... Keep level 600%, okay. Well, let's see if I can at least hit you now. Alright, good deal. We are going to... not do that yet. But hey, you got plus 10% strength, so now we will go ahead and do this. I was going to use Nirup to do it, but it just gave it to me, so... actually do that. Probably should have done that earlier, but oh well. Wait, I can only select him? That's weird. Yeah, let's just hit you. Does hurt. Let me do the chain with you. And you. Could have done that in a better order, but oh well. Let's heal up him. Oh, they took our crit. Oh well. Didn't notice that it was taking our crit, but that's okay. You've almost got it. Here for a rematch. Well, that was interesting. どうやらこれで。片付いたようだね。これだけ締めておけば、もう村には来ないだろうが。次に来た時は、確実に息の根を止めてやるぜ。わかったらさっさと行けやれ。なるほどね。のぞき犯の正体は魔獣だったってわけかい。確実ってわけじゃないが、その可能性が高いだろう。懲らしめておいたから、もう来ることはないはずだぜ。でも一匹や二匹が迷い込むのはわかるけど、あんなに大勢で来るなんて、なんかおかしいと思わない？ああ、そんなこと初めてだよ。何かあったのかもしれないね。もしかすると
地震と関係があるのかも。地震と？うん、地震のせいで魔獣が暴走することもあるの。住処の環境が変化するとそんなことも起こるんだって。なるほど、考えられる話だね。まあ何にせよ自然の仕業ならしょうがないさ。もしまた現れちまったら諦めてギルドに連絡するよ。うん、そうしてちょうだい。その時はまたゆっくりお風呂に入らせてもらうから。まあどうせなら仕事とは別口で入りたいところだがな。風呂ならいつでも入ってくれて構わないさ。ともあれ今日は助かったよ。何かあったらまた頼むからね。うん、それじゃあね。またね、魔王ばあちゃん。You know, of all the things that that could have been, Sheep Voltron is not something that I would have ever thought of. But there we go. Sheep Voltron. Let's head back to town and turn these quests in. Incidentally, this armored rabbit right here. Yeah, well, we gotta. Should have tried to run. But anyway, this one here sometimes has a shining palm. So that was an easy one to fight a couple times when I was bringing Peter's level up. Check on the off chance that we're still at issue 3. Okay. お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成した。Okay, now petrify. Is earth. Probably better to have petrify versus mute. Because petrify is basically instant death. And if it's 10% chance either way, that's a better deal. And Soldat Army Road. That's the road that splits off to the Lestin Fortress. How many done? Let's just refresh ourselves real quick. No. Wow,
Wow, and they all went after him. I need to get that, enemies don't notice me. Orbent. Yeah, okay, so this is somewhere along here is where the next this thing. Next monster fight is. So we will search for that and take it out next time. I might run around and build up my CP before then just so we have some S breaks to hit it with right off. But aside from that, I hope you have been enjoying. If so, as always, likes and comments very much appreciated. Subscribe for more if you haven't already. Thanks for watching, and have a nice day.